はい、皆さんこんにちは、オロニャーゴです。それでは今日も頑張っていきましょう。というわけでですね、今日も京都でモンスターハンターセカンド G 遊んでいきたいと思います。はい、今日はですね、隠しクエストのイアンガルルガに挑戦したいと思います。こちらですね、隠しクエストといっても、そんなに、難易度は高くなくてですね、イアンクックを合計10匹、狩猟すればですね、出現するという、難易度はすごく低くなっております。で、ご苦労町イアンガルルガはですね、耳栓などを、装飾品作るときには必須アイテムになりますので、まだ出現させてないっていう方は、早急に、イアンガルルガを10頭狩猟して、こちらのクエストを解放させましょう。今までのですね、狩猟、数を確認する場合には、資料のモンスターリストを開けばですね、今まで何頭狩猟したかなっていうのは確認できます。イアンクック、僕は今まで狩猟数21ですね。はい、もう10頭以上は狩猟しているので、クエストは解放されているはずです。ちなみに隣がイアンガルルガですね。はい、まだ狩猟数0でございます。はい、僕も、初めてですね、イアンガルルガに挑戦していきたいと思います。それでは早速いきましょう。ありましたね、狩猟クエスト孤高の国老町、ヤンガルルガ密林ですね。では早速行きましょう。はい、来ました。うわー、えぐい色、紫。はい、特徴的ですね。我、流れる流れる我、ガルルガです。尻尾切った、ナイス、襲った。Okay.
髄破壊完了。というわけでですね、無事に、イアンガルルガを狩猟することができました。さあ、捕獲の報酬が楽しみですね。お、ウロコ広角たてがみくちばし耳、おー、耳取れましたね。はい、というわけでですね、無事にイアンガルルガを狩猟することができました。これでですね、コクロウチョウの耳があればですね、装飾品の、耳栓が作ることができますので、ぜひまだ作ってないよという方はぜひ作成してみるのもいいかもしれませんね。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。ツイッターもやっていますのでフォローお願いいたします。それでは、バイバイ。